カフェ24では誰でも簡単にショップが作れるようになっていますが、やる気のある事業者様がさらなる売り上げ、さらなる高みを目指していただけるよう、海外用ショップも簡単に作ることができます。今回はどのように海外用ショップを作ることができるかご説明します。まずはショップ管理のショップ環境設定から、ショップの追加をクリックします。 そうすると、作りたい言語圏のショップを追加することが可能です。カフェ24では日本語の他に、英語、中国語、反対、反対、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語と7言語に対応していて、最大6つまでショップが作成できます。韓国語のショップを作成してみます。 ショップ名、決済通貨を確認し、画面下の無効・有効を有効にして保存すると追加が完了です。ショップの作成には数分かかるので、まだ作成中となっています。 左上の日本語ショップの横にあるカーソルをクリックするとこのように追加されたショップが一覧で表示されます先ほど作成した韓国ショップも他ショップと同様にステータスが正常になったら一覧に表示がされるようになります日本語で操作できるので簡単でしたよね それでは次に海外ショップを始めるにあたってどのような準備が必要か確認していきましょう。それぞれのショップのドメインですが、このように使用している ID、プラスカフェ24ショップ .com が無料で提供されます。それ以降に作ったショップに関しては、ショップ2、ショップ3と作成した順でドメインの先頭に追加されます。 無料ドメインを使っていただくのもいいですしその他のドメインを使用したい場合には基本情報設定ドメイン設定から有料ドメインを購入したり既に使っているドメインの接続も可能です海外ショップを始めるにあたって大変なのが言語の問題ですよねカフェ24ではショップの基本的な部分 利用規約や各利用案内は、作ったショップに合わせた言語で初めから用意されています。まずは利用規約から。日本語ショップには各利用規約の用意がされていますが、 韓国語ショップでは韓国語、米国ショップでは英語といったように各ショップ言語に適用された利用規約が提供されます。そして利用案内も英語と韓国語、それぞれ作成した海外ショップの言語が適用された案内が用意されています。もちろんすべて編集が可能なのでサイトをオープンする前に各国のショップに合わせて準備しておきましょう。次に商品登録方法について確認していきます。 基本の日本語ショップで説明します。商品管理、商品登録から。注文管理や顧客管理は各海外ショップでの管理が必要になりますが、商品登録は1回だけで済むのもカフェ24の特徴です。こちらから一つ一つ商品を登録していくのですが、 ご覧いただくと上に表示ステータス、販売ステータスとありますよね。ここの操作で海外ショップにも一気に商品の登録が可能です。表示ステータスをすべてにすると持っているすべてのサイトにその商品が表示され、さらに販売ステータスをすべてにすると販売が開始されます。商品ごとに設定が可能なので、 例えば A 商品は日本と韓国で販売 B 商品は英語圏だけで販売ということも可能ですそしてさらに商品名を簡単に翻訳してくれる機能もついています日本語で入力した文字を即座に Google で翻訳が可能です試しに OnePiece と打ってみます するとこのように日本語から英語、日本語から韓国語に変換されました。さらに商品の価格も一括で設定が可能です。このように各国に合わせて課税額を決めることもできますし、 各国の現在の平均レートも自動で表示されています。試しに基本の日本ショップで価格を1000円に設定し、下記、為替レートを自動計算を押すと、レートに合わせて適正な料金が自動で算出されます。先ほど紹介した課税額を設定した場合にも全て反映されます。ご覧いただくと商品登録の際の項目がやや多く感じるかもしれませんが、 サイトを利用するお客様や運営者の方が使いやすいように多くの項目を提供していますので必要に応じて活用してくださいね。最後にこの商品登録ボタンを押せば商品登録が完了です。海外ショップへのハードルが少しは下がりましたかお次に各ショップのデザイン設定方法についてご説明します。管理画面の PC デザインまたはモバイルデザインから設定できます。 カフェ24ではもちろん各ショップに合わせたデザインの設定が可能です。最初に各ショップに基本のテンプレートが提供されますがそれ以外のデザインを追加したい場合はデザイン追加からカフェ24ストアでの購入もできます。 画面下にあるデザインは購入しなくとも無料で使えるテンプレートでこれらの使用も可能です。ではどのようなデザインがあるか見ていきましょう。有料デザインをもっと見るからカフェ24ストアに入っていただきデザインを見るをクリックこちらがカフェ24ストアのデザイン購入ページです。このように数多くのデザインテンプレートを販売していて 中には無料で使うことができるものもあります。無料デザインをもっと見たい方は、無料デザインの項目から見ることができます。有料デザインもこのように、さまざまなものを提供しています。 先ほどの無料デザインの中から一つ購入してみます。今回はこちらのデザインにしました。PC、モバイルと表記があるものは PC 用とモバイル用それぞれのサイズに合わせた2つのデザインが提供されます。サンプルが見たいときはサンプルボタンをクリック。そううするととこのようにモバイル用と PC ででデザインの見え方を確認すすることができますデザインを決定したら「購入する」ボタンをクリック。購入が完了し、数分後に自分のデザインとして追加されます。 デザインが追加されたら、左の丸いボタンをクリックし、適用したいショップを選択します。今回は韓国語のショップに適用させます。横のメインデザイン設定を押して、申し込みをクリックすると、韓国サイトにデザインが追加されました。適用したデザインを編集したい場合は、デザイン横にある編集ボタンから、 項目別に HTML や CSS などの編集が可能になっています。ここまでがカフェ24での基本的な海外ショップの作り方です。いかがでしたか思ったよりできる気がしませんかまずは日本語のショップから。余裕ができたら海外ショップにも挑戦してみましょう。